宝蔵寺は、愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目にある、天台宗の単立寺院。三号は、九十山。本尊は、木造阿弥陀如来座像で、絵心創図作と伝わっており、八角堂の通称で知られる。創建年代の詳細な記録はないが、もともとは、清須にあった寺で、当初は、春日江郡軍の密造院の末寺であった。清須越しに際して、 僧侶の合参によって、愛知郡名古屋村ロックに移された後、上京二年に、開地出来町に移された際に、伏線寺の管轄下に置かれた。教法元年に、御琴琴武議員の六世、佐藤敷先によって、新岡白町の御琴琴武議員の控え屋敷へと移されたが、教法九年に現在地に移転。同年に、比叡山安楽立院の末寺となり、寛永四年に、 江戸慣営寺末となったがその後再び安楽立院末に戻った教法九年の移転の際、七代藩主、徳川宗春より名古屋城奥家丸にあった八角堂の溶剤を賜り、翌年にかけてこれを移築して本堂としたと伝わる。この堂は慣営十年に終わり藩書大藩主、徳川吉直二の丸五天の庭園に建立した聖堂で、 金光え玉振り角と名付けられていた。もともと、清洲城にあったものを移した、ともされ、吉直の没後は解体されていたという。その他、終わり名所税には、寺の門前に清水が湧き出して、名船として名高かったとの記述がある。1931年、火災により八角堂を消失。直後に再建されたものの、1945年5月17日の、 名古屋大空襲により再び消失した。その後、八角堂は長らく基礎のみの状態であったが、2004年に再々建てされている。平時は門扉が閉じられており、2016年現在では、配管は毎月第一土曜日のみ。なお、終わり名所税には、伝大師の策による薬師如来であったとされる軍村巡行機は移転先を開地出来待ちとしているが、 長州市略では、広井村の新行院西としている、名古屋東商宮の別当、店長三神宮寺武樹院、明治5年に廃寺。ただし、胸春が藩主となったのは、教法15年なので、この部分の元の記録は5期などを含むと思われる。ありがとうございます。